気が良かったね。ので、石坂の森と市民の森に来ています。どんなところかね。この間はちょっとお天気悪かったんですけど、このね、看板ですね。イノシシに注意してくださいっていうのは非常に印象深かったね。ここに一番高い139メーターのところがありますので、そこに行ってですね、富士山が今日はちょっと見えるか、覗いてみたいと思います。さっきね、右側に道ありましたね。あちらに行くとね、どこに行くのかちょっと、そそられたんですけどね、あまりにも獣道だったんで、こちらの普通の道に来てしまいました。まあ軟弱ということです。はい、あの辺が駐車場なんで、そこを下っていったらかなり、ね、下の方が谷底にまで降りてきますね、さっきの道は。やっぱこっち来てよかったとちょっと今思ってます。実はカメラにですねグリップを取り付けまして、こうやって持った方がブレないんじゃないかということでね、今回試しております。一応このカメラね、ブレ防止機能があるらしいんですけど、すごくブレてますよね今まで。この持ち方によって、ブレなくなるんじゃないかという意見があるんで、ちょっと試してみてます。いやでもいい森ですね。石坂というかこっちは市民の森の方なんですけどね。東松山市と、鳩山町のね境にある森なんですね。多分この左側の道路の向こうが鳩山で、こっち側が今東松山市だと思います。途中の何だろう、見晴らし台に行く分岐から見晴らしの丘という道と、もう一つ案内がないんですけど上に行く道があって、今回やっぱこの上に行く道から行ってみようかなとちょっと思っています。実際どうなんですかね、全くわからないんですけど、今そこの舗装した道の上でですね、思いっきり滑りました。少し泥があって、それがね、足をすくいましたね。初めからこういう泥のところと思えば、油断はしないものですが、危なかったです。しかも、2回です。きついですね。これ式の斜面でこんなにきついとは。やっぱり厳しいですね。連休明けにね登山入れましたからね。それまでなんとか体力を回復しないと、いけないんですけど、はあ、よいしょ、いやきついな、はあ、よいしょ、ああよかった、直接出ましたね見晴らしの丘に。よいしょ、よかった、
こっちに出るんだな、きっと。私が今乗ってきたのはここです。ああ、綺麗ですね。あ、赤城山ですね。隅田さんが最近登られたという黒尾山が見えたんですね。地蔵岳に。奥は何ですかね。真っ白い山。谷川の方ですかね。ああ、いい天気です。そして、まあ、見晴らしの丘ですが、北側ですね。というか、西側かな。ここはちょうど道平さんのところですね。で、とんがってるのが笠山。これ以上はちょっと見えないですね。あと、富士山がよく見えるポイントっていうのが、確かこちらにあったと思うんですけど、今日富士山見えますかね。あ、笠山ですね。笠山と道平さんですね。いい感じですね。もう少し行ってみますか。夕日がいいっていうふうにね、確か出てましたね。夕日が、富士山出ましたね。富士山夕焼け富士見って書いてありますね。どれどれ、あれ見えませんね。ありゃ、大岳山が見えますね。あっち雲取りの方だよな。富士山って見えないのかな。ちょっと場所を変えて。見えてないみたいですね。残念。大竹さんの右に雲の中からちょっとだけ山頂が、今見えてます。さっきもう少し見えたんですけどね。これ気づかないですよ、なかなか。よかったです。やっぱりね、ダメでしたね、向こうはね、雲でね。いや、こんな感じで、まあ、ちょっと下りますか。さっきの若い子たち面白いな。GoPro ですかなんて言われてね。GoPro は知ってんだ。いや、初めて見ましたみたいな。いや、GoPro じゃないのに、実際のにさ、ちょっとよくわからない会話でしたけど、なかなか、楽しい若いお兄さんでしたね。あれはまだ20代だったな。いや、滑りそうだな。よいしょ。よいしょ。これ川になってますね。もう登山道が。うわ。いや、これはちょっと。いや、ということで、ちょっと失礼しました。はい、到着です。まだ釣り行けるかなと思ったんですけどね、もう雨にも打たれて枯れてますね。ちょっと寂しいですね。まあ少し上行ってみますね。先週はもうツツジの回廊かと思ったんですけど、全然ないですね。ちょっと寂しいですね、逆にないと。人の声も知りませんね。皆さん知ってるんですね、もう季節が過ぎたということ。ここね、帰り通ったところですね。こちらもないですね。ちょっと寂しいですね。よいしょ。まあ。私はいいんでね、そこそこおると思ったんですけど、もう終わっちゃいましたね。早い。
少し残ってるんですけどね。終わってしまいましたね。少し残ってますね。わあ、筑波山ですね、正面は。ああ、素晴らしい。ああ、ここ眺めいいですね。はあ、こんな感じですね。シャガがね、少し咲いていました。何もないと寂しいですけどね。あー、どうしようも、おしまいかな、そろそろ。たくさん咲いてますね、こちらの方にも。あー、でもちょっと終わってますね。もう終わりだな。こんな感じです。はい、いくらか咲いたら残ってるけど、さすがにもうおしまいですね。いやー、ちょっと寂しかったですね。まあ、こんな感じです。昨晩のね、雨もね、強かったんですよ。もう花がね、みんな壊れちゃってますね。